埼玉県立近代美術館は埼玉県埼玉市浦和区と際にある美術館である北浦和公園の園内にある旧浦和市時代の1957年5月10日に事実上の前身となる埼玉県立美術館が別所沼のほとりに初の県立美術館として開館埼玉県美術展覧会の会場として使用されたが 入選作品の増加によって手狭になったために、1966年に新たに建設された埼玉会館の展示室がその役割を担った。主な役割を失った県立美術館は、浦和市立郷土博物館の館舎や、浦和土木事務所の庁舎などに使われた後、事実上閉館となり、別所沼公園の管理事務所になった後に建て替えにより、解体された。 しかし、埼玉会館の展示室も手狭になった上、近代美術作品が大宮公園内の埼玉県立博物館に収蔵されたため、裏輪に本格的な美術館をの声が持ち上がり、埼玉県は作品を所蔵する新たな美術館の建設計画を決め、1982年11月3日、1969年に移転した埼玉大学の跡地に整備された北。 浦和公園内に埼玉県立近代美術館として開館した。南側の隣接地には浦和北公園がある。それまで埼玉県立博物館に収蔵されていた近代美術作品を当館に移した。感謝は建築家、黒川紀章の設計である。黒川が美術館の館舎を設計するのはこれが初めてだった。埼玉の近代美術を中心に これに影響を与えた内外の優れた作品を収集するのが館の基本方針である。そのため3000点余りの所蔵作品のうち約2000点が埼玉県ゆかりの美術家の作品で占められる。浦和画家として有名な永久や寺内万次郎の作品も展示されている。館内では数多くの名作椅子に座ることができ、椅子の美術館としても知られている。 館内には駐車場がないため、近隣の定型駐車場を利用することになる。主な絵画作品は以下の通り。また、立体作品は美術館周囲の公園内、彫刻の森などに展示されている。ありがとうございます。